はい、こんにちは、タカチャンネルです。今回は初のコラボ動画を撮りたいと思います。以前からね、仲良くさせてもらってる YouTuber の方がいまして、そちらの方とね、電話でコラボしようということになりまして、今回電話をかけたいと思いますんで、行きましょう。では電話をかけてみます。あ、もしもし。はい。あ、こんにちは。こんにちは、タカチャンネルです。はい、はい、どうも、フライパンさん、はい、いつもお世話になっております。はい、まず、はい、フライパンさん、自己紹介とチャンネル紹介の方をお願いします。僕の名前はフライパンと申します。こちらのチャンネルでは、特撮中心でやっています。ありがとうございます。はい、続いてですね、好きなチャンネルを教えてください。ウルトラくんですね。ウルトラくん、ああ、コマ撮りで有名なね。はい、ウルトラマックフェイマスさんと、あとウルトラ、はい、まあ、VS ゼットンかな。ウルトラマックフェイマスさんの方は、あの、はい、仮面ライダーとかゴジラとか、はい、ウルトラマンとかね、はい、あとたまには、まあ、はい、ガメラもレッドの出してるんですよ。あ、手で動かすみたいなもんでやってるから。ああ、はい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 、なるほど、わかりました。ウルトラマン VS ゼットンですかね。はい、はい、ウルトラマン VS ゼットンさん、はい、こちらの方はどういった形なんですか。はい、その方、はい、ウルトラマンのコマ撮り撮ってる方なんですよ。昭和とかね、はい、ウルトラマンとかいろいろ撮ってるんですよ。はい、あとゴジラとかも。わかりました。怪獣島の決戦、ゴジラの息子というね、作品が、はい、1967年12月に公開されたんですけど、こちらの作品についての感想を話していこうかなと思ってます。はい、僕が見た時の印象は、ミニラがすごく可愛くてねミニラの可愛さといったらもう本当天下一品ですね。確か、はい、最後のとこだっけな、雪だったじゃないですかね、はい、ああ、雪のシーン、そうなんですよね。はい、最後のシーンでゾルゲルトを雪を降らせて、ゴジラとミニラをね、冬眠させたっていう。はい、って雪のシーンで凍結されてしまうっていう、びっくりしました。うん、びっくりしました。もう魅力といったら、もうタイトル通りの魅力ですよね。ミニラが主役みたいな映画ですね。ほんとコメディタッチで、とても明るくて、はい、あの、見やすい映画でしたね。はい、はい、続いて、ゴジラ対ヘドラの感想を言っていきます。当時の社会問題であった公害をテーマにした作品なんですよね。ああ、はい、はい、そうですね。で、1971年に公開された作品で、先ほどのゴジラの息子に比べるとね、かなりダークな印象が強いですよね。はい、はい、で、あとゴジラがヘドラの光線で片目をやられたり、ヘドロ液まみれになってるシーンを見てて結構心苦しかったですね。はい、苦しかったんですよ。はい、そうですよね。でも、それだけじゃないっすよ。あの、はい、ヘドラちゃん空飛ぶんすよね。そうですね、飛行隊になりますね。はい、はい、うん、ヘドラ駅からもそればらまいて、うん、一瞬に骨になるんすよ。ああ、そっか、そうそう、に、あの、人間が骨になるんでしたっけ。人間が骨になりますね。骨になるんですよね。そうそうそう、骨になる人間のグロテスクなね感じですけどもね。はい、ゴジラがヘドラを抱えて放射熱線で飛ぶシーンも面白かったですね。ああ、はい、あれも面白かったですよ。はい、放射熱線で、あの、横に飛ぶっていうね。ああ、横に飛んでいく。うん、あと人間に協力する姿勢もゴジラにあったんですけど、ヘドラをやっつけるために人間が電極板を開発して、それで電極板の間にヘドラを誘導したんですけど、誘導できたのはいいんだけども、電力が足りなくて、電気流せなかったから、困ってたら、ゴジラが放射熱線を電極に当ててくれて、それでヘドラをね、電気でバーって当てて、はい、ヘドラをやっつけられたんですけど、あと気になったのは、ゴジラがヘドラの中に手を突っ込んで、なんか2個の玉を取ったんですよね。玉っていうか、卵みたいなの。あれは、卵なんですかね。
多分あれ卵だと思うんすよ。ああ、やはりそうですか。ゴジラさんのだっけ、卵取り出す瞬間にヘイドラーの体だっけな、なんかバババババ、はい、手で突っ込んで、もう一瞬で、はい、もう倒していくんすよ、あれ。ああ、はいはいはい。で、そっから BGM が流れてくるんすよ、はい、バババって。ああ、BGM が。ヘイドラーやっつけた後ね、人間たちを睨みつけるシーンがあったんですけど、で人間がちょっと怖がった様子を見せたんですけど、そのシーンはやっぱり公害を生み出した人間に対する怒りを込めたメッセージって感じですね。はい、はい、あの海に新たなヘドラが誕生して終わるという。あ、はい、あ、なんかありましたね、それ。そうですね、なんか出た瞬間に終わりってなったんですよ。そうですよね、はいはい、そうなんですよ。なんか続編がありそうな終わり方ですよね。はい。でも続編なかったんですよ、それ。そうですよね、はい。結局作られず、はい、はい、昭和ゴジラをまとめてみたいと思います。昭和ゴジラはね、最初水爆実験の影響で誕生したゴジラ第1作目、金字塔的な作品なんですが、2作目でアンギラス、3作目で海外の人気怪獣キングコングと戦い、で4作目のモスラとの戦いまでは人類の敵でした。で三大怪獣地球最大の決戦からだんだんとヒーローゴジラとしての風格を固めていきましたね。僕はちょっと一番気になったのはメカゴジラ、うん、最後の戦いあるんじゃないですかね。あのメカゴジラの逆襲、メカゴジラの逆襲、はいはいはい。であれはゴジラだけで戦うんですよ。なんか2対1で、他の2 体, 2体はあのメカゴジラ、うん、下の、はい、ゴジラたった1人だけで。そうですよね、そうそうそう、あのゴジラ対チタノザウルスとメカゴジラのタッグ、はい、2対1の対決、帰ってきたウルトラマンでいうところツインテールとグドンみたいな感じですかね。ああ、ツインテールとグドンみたいなやつですね。はい、だんだんとヒーローゴジラになってきて、そうしていくことによってだんだんと人気がなくなっていったようですが、僕は個人的にヒーローゴジラ好きなんですよね。あ、フライパンさんもどうですか、そこは。僕もまあヒーローゴジラも好きなんですよね。はい、もうメカゴジラの逆襲は不発に終わったらしく、昭和ゴジラ作品は長い休止期間に入って入りますよね、入りますけど、なんか似てるなと思ったのは、やっぱりなんか仮面ライダーもウルトラマンも昭和で不発に終わるとやっぱり休止期間が入るっていうのが、ちょっと同じ道筋をたどってるなっていうのが思いましたね。ああ、それは思いますね。なんか似てる、もうちょっとやってよかったですね。はい、はそうですよね。流星人間ゾーンはなんかゾーンファイターっていうのがいて、で、はい、一番なん長男坊がゾーンファイター、はい、その流星人間ゾーンの主役で巨大化できるみたいな、はい、妹がいて。ああ、ありましたね。家族なんですよね、あれは。あー、ゾーンファミリー、あれは家族なんですよ。はい、そしてゴジラとの共闘ですよね。見物はそこですよね、やっぱり。はい、ちなみにあの流星人間ゾーンなんですけど、はい、いつ放送されたかってご存知ですか？あー、確か1974年だったっけな、ちょっと74年、思い出曲あったんす、あったのかな、わかんないですよね。43、やっぱそのあたりですよね。ってことはやっぱりメカゴジラの逆襲が75年ですから、はい、ちょうどやっぱゴジラ不発に終わりそうな時に、はい、ギリギリのところでヒーローとしてヒーロー番組に登場するっていう、そこで打開策として面白いですよね、やっぱりそういう歴史をたどっていくと。はい、まとめは終わりにしますね。はい、最後に質問いきますね。はい、フライパンさんの今後 YouTube 活動の
目標と言いますか、そういったものをお聞かせ願いますか。ああ、大丈夫です。はい、まあ、今後の目標は、なるべくドナー投稿を頑張っていくことですね。はい、なるほど、まあ、はい、頑張ろうかな。なるほど、頑張ってください。僕も頑張ります。お互い YouTuber として頑張りましょう。はい、頑張りましょう。はい、これからもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回は本当は楽しかったです。いろいろ語れて、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい、というわけでフライパンさんでした。はい、はい、ありがとうございました。失礼します。はい、はい、ありがとうございます。